ちょっと待って、めっちゃ心臓バクバクするんだよ。リトル花だしら。どうしたの、噛まれたの。今日はトビトを探すよ。イエーイイエーイ。じゃあレッツゴー、レッツゴー、レッツゴー。よし、じゃあこの木の棒を持って探すのね。これを食べてるの。あ、だった。あ、それは木の棒を小人が噛んで釣れるといいなってこと。わかった。本日タタトモ小人どこって。どこ。わあ、ねえ、それ絶対いないんじゃない。いるよ、よく探さなきゃ。聞いたもん、ママ昨日音カサカサカサっていうの。音、その下とか覗き込んでみな。でもチクチクの毛があるから気をつけてね。いた、いた、いる？よく見てね。よく見て。やっぱさ、真剣に探さないと出てこないと思うんだよ。寒いぜ。本日タタトモ。あ、音楽叩いたらさ、出てくるじゃないの。バイブスマダラ。じゃあママ上の方見るから、この辺いない？ほら穴があるよ。やっぱりさ、こういう穴にさ入っていくんじゃないの。トビトない。じゃあ次ここの穴。ホトキアカバネのさ赤い羽じゃね。え、ホトキアカバネの赤い羽あった。うん、ちょっと待って。それなたったらレアだ。それはホトキアカバネの葉っぱやな。でもそれレアだから持っていっとっていい。その葉っぱを持ってたら小人見つかるかもしれん。うん、よし探して。なんかあそこにもさ穴あるんだけど。トジェトジェだよ。本当だね、気をつけて。はい、見とる。怪しいってね。見とる。でもお腹虫がないじゃないから。なんかいた？待って、ちょっと待って、何？ちょっと待って。めっちゃ心臓バクバクするんだよ。何？ちょっと映して、映して。え、映していいの？映して。何何何？なんかいた？リスとか？リスじゃない。あれ、いないいない。え？あれ、もしかして逃げたんじゃないの？あ、持ってる。見せて、トム君。いた。手噛まれるよ。そんな簡単に触ったら。これなんていうやつ？リトル花頭。リトル花頭だ。ちょっと小さめだな。ちょっと小さめだな。でもこいつさちょっとやばいよ。あの噛むよきっと。戻しとか。ぶねえ、噛まれなくてよかったよ。リトル花頭折ったね。どうしたの、噛まれたの。噛まれたの。痛いの。気をつけて、リトル花頭は噛むからね。痛い。よかったよかった。もうママがもうあっちに遠くに置いてくるから。